皆さんこんにちは。 CNN 大阪支社川崎でございます。夏季休暇もですね、明けまして、17日からですかね、営業の方を再開しておりまして、大阪支社の方で働いております。休み明けからですね、イベントが目白押しでして、土曜日には、大阪支社でのフィールドワーク、東京から木内副社長ですね、来ていただきまして、お客様と一緒に、大阪の空気を見ていただくというようなイベントがありまして、でその翌日にはですね、木内副社長の方の、セミナー、とそれと付随してですね、ワンルームの購入会ですね、大阪支社では長らく開催はなかったみたいなんですけど、久々開催という形で、させていただきました。ワンルームの購入会に関してもですね、実際こうお客様にこういった物件を今取引してまして、こういうところがおすすめでとかっていうのを僕らがですね、直に、ご紹介させていただいて、でそれに対して、うちの木内副社長とあとはコメンテーターとしての北村が入っていただいてましたので、そこで汚ない意見ですね、出していただいて、本当にやらせなしのガチのですね、その意見の何でしょう、出し合いになってますので、お客様をそれを見ていただいてですね、非常に楽しんでいただけたかなと思います。実際は東京でワンルーム購入会も私、一度だけですね、参加させていただいたんですけど、本当にワイワイ言いながらですね、私たちはコンサルタント内でもですね、これまずかったかなと、この物件ここはダメだったかというのをですね、新たな気づきがあったりとかですね、木内とかで言いますと、路線化から見た時のですね、資産価値の話とかも出てきたりとかで、非常に私としても勉強になる回だったかなと、思います。それでですね、そのフィールドワーク、ワンルーム購入会も終えまして、またこれもですね、月に1回ぐらいはレギュラーで開催させていただければなと思っておりますので、本当に遊びに行くついでというか、大阪支社の方ですね、近くにお立ち寄りの際はですね、そういったイベントがありましたら、ぜひご参加いただければと思います。また今週、週末ですね、26日にはですね、私の方でセミナーも開催させていただくような形になってまして、ここの大阪支社のですね、ここのセミナールームでさせていただきますので、まだ若干でですね、参加できるという形で聞いておりますので、まだお客様ですね、見に来られたり方がいらっしゃいましたら、ぜひ参加していただければなとは思っております。夏季が明けてですね、向こうの方、関東はなんかすごい雨続きらしいんですけど、関西はですね、本当にもう暑い日がずっと続いているような状態で、私も夏季休暇の時に海に行かせていただきましたので、その時に上はね、今なんかで言うとラッシュガードみたいな感じで着てまして、そんなに焼けてないんですけど、下半身ですね、水着より下の部分がだいぶ焼けてましてですね、それの後遺症というか、すごいこの赤い皮がめくれてくるような状況がここ数日続いてますんで、ちょっと仕事の方に弊害出てるというか、ちょっと怪異なと思いながら仕事してるんですけど、物件ですね、頑張って仕入れて、お客様に提案させていただければと思ってますので、今後ともよろしくお願いします。